1979年チャレンジカップは NHL オールスターズとアイスホッケーソビエト連邦代表とのエキシビジョンマッチ。試合はニューヨークのマディソンスクエアガーデンで1978年から1979年シーズンの NHL オールスターゲームの代わりに3試合開催されソ連が2勝1敗で勝ち越した。それまでに開催された。 サミットシリーズ、1974年サミットシリーズ、1976年、カナダカップなどと異なりシーズン開幕前でなく、NHL シーズン中に開催された。また、1975年から1976年にかけて行われた、スーパーシリーズと異なりソ連選抜チームと NHL のベストプレイヤーの間で行われ、これまでの各大会が、 カナダ人選手のみで構成されていたのと異なり1976年カナダカップにカナダ代表として出場した選手たちだけでなく3人のスウェーデン人選手ヨルエ・サルミン、ウルフ・ニルション、アンダース・ヘドベリも出場した。またソ連は最強ラインと呼ばれたウラジーミル・ペトロフ、ワレリー・ハルラモフ、ボリス・ミハイロフとゴールテンダーにウラディスラフ・トレチャク、ディフェンスに バレリーはシリーエフと豪華な顔ぶれとなった。ソ連のトップ選手の中では、アレクサンドル・マリゼフ、ビアチェスラフ・フェキソフが不参加であった。NHL はこのシリーズをきっかけに、NHL 人気をアメリカ合衆国内で高めようと狙っていたが3、大ネットワークの CBS、NBC、ABC は見向きもしなかった。NHL オールスターズが、 本番前に3回しか練習しなかったのに対して、ソ連チームは数週間の練習をした上で試合に臨んだ。第1戦はギーラフレールが先制点を挙げ NHL が勝利、第2戦でも NHL が一時2点差でリードしたが、逆転でソ連が勝利して、対戦成績は1勝1敗のタイになった。第3戦でソ連は、 ウラディスラフトレチャクの代わりに国際試合初出場となるウラジーミルムイシュキンをコールテンダーとして出場させた。試合はソ連が圧倒し NHL オールスターズはほとんどチャンスを作れずに6から0でソ連が勝利した。1979年2月8日 NHL4 から2ソ連1979年2月10日 ソ連後の 4NHL1979 年2月11日ソ連 6-0NHL この試合でソ連のゴールテンダー、ウラジーミルムイシュキンが国際試合初出場を果たした。ありがとうございます。